こんにちは、クリッカー夏デコです。6年ぶりにフルモデルチェンジしたデイズの下級機付きモデル、ハイウェイスター G ターボに試乗してきました。今回のモデルではエンジンを完全新設計としています。 CVT も新開発のものになっており、エンジンとの締結点数を4点から11点に増やすなど、パワーユニット全体の光合成化にも貢献しています。剛性を上げたことでよりダイレクトな加速が味わえたり、静粛性が向上するといった効果も出ました。また先進安全運転支援システムのプロパイロットを採用したことがニュースです。サスペンションは FF ではリアリトーションビーム式を新たに採用し、フロントのストラット式と組み合わせます。ボディサイズは全長 3395mm、 全幅 1475mm で、全高は 1640mm です。プラットフォームを一新したことで、ホイールベースは 2495mm と大きくしています。これによって後席の膝前空間は 710mm を確保しています。リアオーバーハングは従来モデルと同等ながら、ラゲッジルームは大きめです。後席を一番後ろにスライドした状態でも 385mm の前後長を確保しています。後席とラゲッジルームが広くなったら前席が狭くなった？いえ、もちろんそんなことはありません。実はエンジンルームの前後長を約8センチ縮めることで、フロントシート周りの広さは確保したまま全体をサイズアップしているのです。車速ゼロからの発進時にストレスがないことが、日産デイズハイウェイスターターボの大きな特徴です。これはエンジン単体の性能向上、最高出力が64馬力 5600rpm、最大トルクは 10.2kgm、 2400から 4000rpm や、最適な変速機のギアリング設定もさることながら、新 S ハイブリッドシステムの恩恵によるところも大きいのでした。このマイルドハイブリッドシステムでは、従来の鉛バッテリーに変えてリチウムイオンバッテリーを採用しています。これによって発進時などのモーターアシスト時間が従来比10倍以上にアップしているのです。また減速時の回生量も2倍に増えています。さらにアイドリングストップ時間を 10% 向上させるなどの進化を果たしていることも見逃せません。 CVT ユニットには人間にとって気持ちいい加速感が味わえる D ステップ変速という制御が取り入れられています。これは強い加速を必要とした際に適用されるもの。従来であればエンジン回転が先に高止まりして、その後に加速がついてくるという形になっていました。この D ステップでは加速の途中にあえてエンジン回転を落とし、油断ギアのようなフィールを実現しています。これによりエンジン音がブーンブーンブーンと断続的に変化しながら回転上昇していくのでした。確かにこのエンジン回転数の上下動は人間にとって心地いいものでして、従来の CVT にはなかったダイレクトさです。ちなみにこの D ステップ変速は燃費への悪影響を抑えるような緻密なセッティングも行っています。デイズハイウェイスターターボの走りは総じて自然であることが特徴といえます。発進から中間加速、そして高回転使用域に至るまで不満を感じるシーンはほとんどないはずです。しかもこれは軽自動車にしてはというレベルではなく、一般的なコンパクトカーから乗り換えたとしてもという前提付きの話なのです。これをわずか 0.66 リットルの3気筒エンジンで達成しているのですから、マーベラスですね。